Rated T for Teen. あ、私にも。なんだろう。ゆいちゃんがこういう連絡をしてくるのって珍しいわね。そうだね。愛する娘の頼みでもあるし。ゆいちゃん、今帰ったよ。お帰りなさい、パパ、ママ。優しくしてくれる二人に私からプレゼントです。あ、綺麗。ダイヤの花のブローチ。大正解です、パパ。え、ゆいちゃん、いつの間にそんなスキルを。違うんです、ママ。草植物作成系のスキルじゃなくてですね。この間パパに連れて行ってもらったコンソールで手に入れた機能を使って作ったんです。これブローチがあればつけてる人同士お互いの状態をモニターできるようになるんです。ただそんな機能とか本当はどうでもよかったんです。私はパパとママに何かプレゼントができれば、本当は指輪が作れればパパとママの結婚指輪としてプレゼントできたんですけどね。でも手に入れた機能には指輪を作る技術がなかったので。ゆいちゃん、指輪じゃなくたって十分に嬉しいよ。喜んでもらえてよかったです。いずれ、ううん、きっともう少しすればパパもママもこのアインクラッドを攻略してしまうと思います。二人と他の皆さんの力を合わせれば絶対です。そうしてこのゲーム世界から解放されたら、その後はきっとここが残されることはないと思うんです。はい、仮に残されたとしても初期化は免れないと思います。それってもしかしてゆいちゃんもいなくなっちゃうってこと。それはその通りです。でもそのデータを読み取ることができなければ私はデータの形のまま眠り続けることになってしまいます。外の世界のことは何とも言えないわね。私はパパとママが私のことを覚えていてくれるなら眠ったままでもいいと思っているんです。だって壊れてしまっていた私が私になれたのはパパとママがいたから、今の私が私として生まれることができたんです。だからこのプレゼントはそのお礼です。これも
ゲームの外まで持っていくことはもちろんできません。でもパパとママがこのことを覚えていてくれれば、それはゲームの外に持ち出したのと同じようなものですから。そんなの忘れるわけないじゃない。可愛い娘からのこんな素敵なプレゼントなんだよ。忘れられるわけない。ありがとう、ママ、パパ。あと、プレゼントを作ったのにはもう一つ理由があって、ナーブギアのデータにパパとママのために作ったものが残せたら眠っていても寂しくないって思ったんです。私は SAO 以外のゲームのことはよくわからないけど、でもできる限りキリト君をお手伝いする。だから待っててね。はいはい、パパとママが力を合わせるならきっとうまくいきます。私楽しみにしてますね。みんなでお風呂なんて楽しいじゃない。え、キリト、なんだあんたがここにいるのよ。キリト君、もしかして覗き？私がご招待しました。ユイちゃんたら、勝手に部屋のドアを開けちゃダメじゃない。でもパパだったので大丈夫かと思って。そっか。でもね、お風呂の時はやめておこうね。なんだっていいわよ、さっさと出て行きなさい。アスナさん、ちょっといいですか。どうぞ。あ、ゆいちゃんってば。こんばんは。こんばんは、リーバちゃん。あれ、お風呂だったんですか。こんな時間にごめんなさい。リーバさん、こんばんはです。あ、ゆいちゃんもお風呂に入ってたんだね。いい匂いがする。パパと同じこと言ってますよ。え、パパと同じこと。キリト君、何してんの。覗き行為よ、覗き行為。リズさんまでいる。一体何がどうなって。それに覗き行為って。まあ状況だけ見れば真っ先にキリト君が責められるよね。なるほど。まあ
そんなわけで別にやましいことがあったわけじゃないからね。あ、リーファさんもいい匂いです。うん、お風呂入ってきたところだから。パパ、パパ、リーファさんもいい匂いですよ。嗅いでみてください。え、ちょっとゆいちゃん、これはパクナクの根っこから作られる石鹸の匂いですね。どうですか、いい匂いですよね。キリト君、っていうか何してんのよあんたは。アスナ、ちょっといいかな。あ、またお客さんです。どうぞ。こんばんは、シノンさん。混沌とした部屋にようこそ。ヤッホー。こんばんは。別にいいのよ、言い訳しなくても。キリトだけが誤解を受けるならいいけど、私まで誤解を受けたままなのは嫌だから、しっかり説明させてもらうわ。なるほど、ひとまず信じてあげるわ。シノンさんもいい匂いがしますね。さっきお風呂に入ってきたから石鹸の匂いじゃないかな。お花の香りがしますね。雑貨屋さんで見つけた石鹸のもいい匂いでしょ。はい、とてもいい香りです。パパ、パパ、シノンさんもいい匂いがしますよ。嗅いでみてください。ゆいちゃん、それはちょっと。大丈夫です、パパはさっき私とリーファさんの匂いも嗅いだんですから。あんた、女の子の匂いを嗅いで回ってるの？パパ、こっちです、こっち。なんかすごい変態っぽい。この部屋に乗り込んでくるんだもん。女性なんですから、いつまでもそんな格好してたらダメですよ。キリトさんが知ったらなんて言うか。なんて言う？キリト。キリトさん、何やってるんですか？覗きよ。もう何回目かな。私が説明してあげるね。事故みたいなものだったんですね。私びっくりしちゃいました。あ、シリカさん、いい匂いがします。匂い？あ、まさか。パパ、シリカさんの匂い、これは一押しですよ。やだゆいちゃん、ダメだってば。でもシリカさんのは今までとは一味も二味も違います。どれどれ、シリカちゃんはどんな石鹸を使っているのかな。アスナさん、これは石鹸じゃなく、これは。そっかそっか、なるほど。
よ、気になるじゃない。リズさんまで。あ、そういうことね。これは確かに一押しね。ごめん、私も嗅いでいい？私も。確かにこれは納得する。いい匂い。もう少し嗅がせてほしいかも。もうダメです、おしまい。そこにシリカの匂いが気になって仕方なさそうなのが一人いるわよ。キリトさん。いいじゃない、我慢しないで嗅がせてもらいなさいよ。何言ってんのよ、さっきだってリーファとシノンの匂いを嗅いでたじゃない。そんなことしてたんですか。あのキリトさん、私のその匂い嗅いでもいいですよ。何か複雑な気分ね。石鹸の香りよりも蒲焼きの匂いにあんな好反応を出されると。結局キリトは色気より食い気なのよ。一緒じゃないのね。ストレアさんのことです。別にそういうわけじゃなくて、ただ単に今あの人のことが話題になってたから。そうなんです、ストレアさんって最初のイメージと違って面白い人だなって。みんなで料理作った時もすっごく面白かったしね。少なくとも悪い人じゃないみたいね。突然変なことを言い出す時もあるけど、不思議な魅力があるっていうか。キリト君の悪い癖、いつも放っておけないみたいなこと言っていろんな人に関わっちゃうの。それがキリト君のいいところでもあるんだけどね。私がキリトさんと知り合ったのもまさにそんな感じでした。そのキリトさんに出会えて本当に良かったです。そうです、パパがいてくれたからこそこうしてみんなでおしゃべりできているんです。だからパパはパパらしくそのままでいてください。まあストレア含め
キリトの知り合いに悪い人はいないし、なかなか見る目があるじゃない。うんうん、いい人たちばっかりだよ。なぜか女性が多いけどね。それは確かに。本当かな、キリト君その辺の自覚なさそうだし。
やったね、キリト。Thank you.
なんだ？よし。攻略か。どうかな？うん、頼む。よろしく。それで。
アクティベートしておいたわよ。あ、キリタ。ねえキリタ、どっか気分転換できる場所ってないかな。気持ちがよくってさっぱりできるところ。うわあ、なんかすごい場所だね。ねえ、聞いてもいい？キリトたちはこのゲームのクリアを目指してるんだよね。ずっとここにいたいとか思わないの？こんなに綺麗な場所だってあるし、お嫁さんだっているし。多分キリトと会えなくなる。うん、でもたら返品しようと思って。他のも確認しないとね。こっちのフリルがついてるのもいいよね。あ、そうだ、キリト、お茶飲む？うん、なんか変なお茶。キリト飲んでみてよ。大丈夫だよ、私も一緒に飲むから。うん、じゃあすぐに入れてくるね。お湯。
おはよう、キリト。覚えてないの？キリトが横になってたから、お風呂借りるねって言ったら、いいよって言ったじゃん。私がお茶を入れてきて、その後お風呂に入って。そんな大した時間じゃないよ。ううん、大丈夫だよ。はい、お茶。意外に美味しかったよ。キリト、すっごく疲れてたみたいだね。ぐーぐーいびきがすごかったよ。いっぱい付き合ってもらっちゃったもんね。ごめんね、キリト。近寄ってるんだもん。それじゃあ早速買ってきた下着をつけてみよっと。キリト、似合ってるか見てね。キリトくん、いる？あ、アスナだ。はーい、待ってね。どうしたの、アスナ？部屋間違えちゃったかな、やっぱりキリトくんの部屋だよね。うん、そうだよ。キリト、アスナが用事みたい。キリトくん、これってどういうことなの。はーい。楽しかったよ。一緒に下着屋さんに行ったの。下着？うん、いろいろ行ったね。お風呂に入ることにしたの。キリトくん、あの時のキリト、すごかったよ。すごかった？何がすごかったの？そんなことないよ。大丈夫だよ、キリト君。別に怒ってないから。ちょっと驚いただけ。私キリト君のこと信じてるもん。それとストレアさんって本当にはちゃめちゃだね。え？私？なんかうまく言えないけど、面白くって予想のつかない人で、私ストレアさんのこと大好きみたい。私もアスナのこと大好きだよ。それからキリトも、みんなも。ねえ、晩ご飯誘いに来たんだけど、ストレアさんも一緒にどう？あ、行く行く。それじゃ、二人でキリト君にごちそうになっちゃおう。よし、メニューにあるもの全部食べられるか挑戦しようっと。キリト君、ごちそうになります。やったね、アスナ。うん、遠慮しないで食べようね。